園芸ラボです。今回前回の動画でやりましたカラバチ植えがどうなってるか見てみたいと思います。まず黒とじがなんと、はい、こんな感じで根が出てます。わかりますか？根が出てますね。そして葉っぱです。ティッシュの上に置いておいたやつがこのようにもう根が出てきています。わかりますね。ですからこれを植えて新しい植物としたいと思います。残念ながらこちらはまだ根が出ていません。ということでもうしばらく置いておきます。さあ植え方です。市販のサボテン用土でも構いませんが、めんどくさかったらバーミキューライトの対応で結構です。まずミニ鉢の殻に鉢底に緩効性肥料のマグアンプ系を少しだけ、本当に少しだけ入れて、あとはバーミキューライトを入れて、この新しい黒とじを植えて、植え終わったらすぐたっぷり水をやっていただいて結構です。はい、これを鉢の上にミニ植物を並べて管理してあげてください。なかなか乾燥しやすいんで、完全に乾ききってしまうとせっかく出た根が枯れてしまう時があるので、表面が乾いてるな、3分の1以上乾いてるなと思ったら水をやってみてください。エアコンの風が当たるところは厳禁です。直射日光も厳禁です。夏の日差しは強いです。ということで皆さんミニ植物挑戦してみてください。園芸ラボでした。裸足の場合は葉が少し3分の2以上出てる形で刺します。ですからバーミキューライトを入れてこういう感じで株を置いて、わかりますか、バーミキューライトを上に乗せる感じです。こんな感じです。これに水をたっぷりやっておきます。全部隠れちゃダメなんです。ここに濡れて石の上に置いておいてください。裸足はこのように3分の2以上が出ている形でお願いします。株はこのように株の葉の付け根から出てくるので、そこが真ん中になるように置いてください。